こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは下書きをしない理由です。私は絵を描くとき下書きはしないんですけど、イベントとかの実演台で絵を描いてると、もう必ず毎回聞かれることがあって、それは下書きしてないんですかとか、そういうことをよく聞かれるので、ちょっとこの話を今日しようかなと思いました。で、下書きをしない理由はめんどくさいからなんですけど、ちょっと話そうと思って考えてみたら、忘れてたんですけど、私昔は下書きして書いてたんですよね。下書きをしてた理由なんですけど、多分まあそうするものだと思っていたとか、なので当然そうした方がいいに決まってるって思い込んでたのと、なんですけど下書きしない方がいい絵が描けるような気がするんですよね。というか間違いなく私の場合は下書きがない方がいい絵が描けます。なぜかというと、下書きをして描いてると頭が固くなってくるんですよね。で、なんか想像力が薄れて、なんか一回描いたものになんかなぞっていって、なんかそういう作業をしてるみたいで、想像力とか多分直感とか感性とかが活かせなくなっちゃうような気がするんですよ。っていうか間違いなくそうだと思うんですけど、なので下書きとかきっぱりやめて書いてみたら、なんかだん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 なんか自分らしくなってきたっていうか、直感とか感覚なのかな、あれは。なんかポン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 っていうか、スロ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 ってなんかなってきたので、で、私の作風なんですけど、私の作風ってそんな下書きなんか必要ないようなもの、下書きしないからそうなってきたのかもしれないけど、まあそんな感じなのでそれでいいんだと思います。で、下書きしないことがいいとか悪いとか、下書きしないのがいいとか悪いとかじゃなくて、人によって違うんで、私の場合はしない方が全然良かったって、下書きなんかしてやると足を引っ張られるみたいな感覚で、感覚になので下書きはしません。で、なんか下書きをして書いてる人も、下書きをしないでちょっと書いてみるのも面白いかな、面白いんじゃないかなって思います。私が下書きを書いてるように感じることの一つで、私立体も作るんですけど、形作った後にまた塗っていくって作業、それがなんかもうなんか下書きしてまた書いてみたいな感覚に陥る時がたまにあります。あとは版画、彫るのはいいんだけど、彫った後にまた刷って、何枚も何枚も同じものが、でも版画ね、作ってその面白いっていうのは意味が分かるんで、版画がいけないとか、立体に色塗るのがいけないんじゃなくて、面白いだけ作業として私には辛い時があります、というだけの話です。だから人によって違うと思うんですけど、そういう工程が好きな人と、私の場合も一発バン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 っていうのが自分らしいのかなって、だから自分らしいやり方とかでやった方が自分らしいいい表現ができていいんじゃないかと思います。下書きしてる人素晴らしいと思うし、下書きしなくても素晴らしいと思うし、どっちでもいいと思いますけど、両方やって言ってるんですけど、自分に合ったやり方としては下書きをやらない、下書きを描かない、下書きをしないで絵を描く方が合っているので下書きをしません、という話でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。